スケートボードの国内統括団体のワールドスケートジャパンが4日、都内で会見を行った。オンラインを含め、パリ五輪代表に決まった男女10選手が登壇。男子ストリートに出場する小野寺吟雲、銀鵜14は、自分らしく、楽しく全力で攻めている姿を見せたい、と意気込みを語った。写真本当に14歳 先輩たちに見られながら堂々とした振る舞いがすご12歳で出場した日本選手権を制し一躍ブレイクしたスーパー中学生その後も世界最高峰の X ゲームで優勝23年世界選手権では史上最年少表彰台となる3位に輝くなどこう成績を残し続けてきたパリ五輪男子ストリートの決勝は28日午前0時から行われ 小野寺は14歳164日で迎えることになる。金メダルとなれば、1932年ロサンゼルス五輪競泳男子1500メートル自由形で優勝した北村九十優の14歳309日を抜いて、史上最年少記録だ。東京五輪では女子ストリートで西山椛、サンリオ、が史上最年少優勝を果たした。